バウンドマンの効果力を見せつけちゃうよ。おい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 、変身。おい、どうもココナッツです。今回は夢ルフィを使っていこうかなと思うわけなんですけれども、まあやっぱり男の子っていうのはね、変身とかがすごい好き。まあ誰しもが、仮面ライダーとかね、とうとう見て育ってきたと思うんですけれども、やっぱ変身ってかっこいいんですよね。でこの、夢ルフィさん変身します。はい、スネークマン、バウンドマンにね、このスキル1を使うと、まあ、変身することができますよということがありますので、今回はこの変身をゴリ短縮した編成やっていこうかなと思います。ということで、メダル編成はこちら。お手からダッシュされたらスキル1短縮と、お手から攻撃されたらスキル1 4% 短縮の編成になっております。もうこれでね、もうめちゃくちゃ変身変身変身よ。仮面ライダーも驚愕、超絶変身短縮しながら、ここでねスタイルチェンジしといて、まあ、ボコボコに殴っていきましょうという編成です。どうぞ。はい、お願いします。スッと、なんかね、オープニングで男の子は誰しもこう仮面ライダーを見て育ってきたみたいなこと言ったんですけども、まあ、あの、僕あんま見たことないです。仮面ライダーあんま知らないんだよね。なんか竜王だの電王だのその名前はなんとなくさ、わかるけどさ、その特許、おい、待って、え、待って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 、おい、それは、え、それ話違くないか。あれ、お宝エリアがいて、この人振動聞かないっけ。ちょっと待って、おい、え、その俺がその仮面ライダー誰もしも見て育ってきたとか言ったにもかかわらず、そういう何見てなかったっていうところちょっと気にしてるやん。おーい、おかしい、ちょっと待ってくれ。あれ振動入らないっけ、あれ。あ、それか、当たってなかった。俺めちゃくちゃさ、さっきのさ、スキルに当たってるように見えたんだけど、気のせい。あ、そう、めちゃくちゃ気のせいだったっていう説はありますこれ。おい、おー、あい、無敵やばいんだよな、これ。体力削られるときって、お前走んなよ、本当に。ニコ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 よ、いつもいい笑顔だな。さ、そこはちょっと、ここ攻撃力もらわせていただきながら、ちょっとこっちのロジャー船長もね、旗を取ってもらいつつ、これジャス間に合う。オッケーオッケーオッケー、間に合ってるよ、気持ちはね。気持ち全然間に合ってるから大丈夫。さ、ここ倒すか。なんかめっちゃ、おい、よ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 、おい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 、これ倒させていただく。おい、変身どうのこうのみたいな話どこ行ったんだよ。変身どうのこうのみたいな話、オッケー、マックス、あっち行くわ。ここで足止めてる間にさ、まあ多分ボコボコに殴られるじゃん。そうしたら、あの、あー、一番ダメなやつ来た。あ、ちょっと一番ダメ、それ、おい、変身、た、変身、おい、変身、いけるぞいけるぞ、すべてを止めろ、正義のヒーロー。おい、男の子ってこういうのが好きなんでしょうって言うておりますけどね、男の子に言われても全然嬉しくない。パンチ必殺パンチ。ここはちょっと気絶食らっちゃうので、取り際はしっかりとね、ちょっと殴らせていただきます。恐れ多きながらも。でこれゲッター状態なんでね、旗抜くととてもダッシュ早いよと。でこれまたね、変身、あ、ちょっとダメじゃん。そのアニメ見たことない、そのアニメ見たことないかな、その当たってない、当たってない、当たってない、パンチ当たってない。そのさ、その演出中、変身とかのさ演出中はさ、基本的に攻撃しちゃダメじゃん。あの、そのルールは守ろうよ、そのールールには乗っ取ろうよ、さすがに。はい、やっていきますか。まああれだね、この編成、まあでも夢ルフィを使う上で、僕はやっぱね、スキル短縮は入れといた方がいいかなと思うから、まあ街道火災はいいんじゃないかなと思っちゃいます、思っちゃいますけど、まあ別にスピードメダルは入れる必要ないかなっていう感じではありますね。ロジャー船長すいませんね、まあ、あっち来てんからもうガンガンにいろんな旗を抜いてください。僕あの下に来たロジャー船長、これもう調子こいてきたやつをね、振動でバーンってやってからのバーンで殴ってからのバーンでいきますんで、任せてください。もうバンバンでいっちゃいますよ、バン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 。さ、これクールでしょ、これね、お宝エリアがいざ尋常に。え、え、あれ、あ、ちょっと、なんか、え、あれ聞いてる話と違います。なんか聞いてる話と、なんか聞いてる話と自分違います。オッケー、追いかけに行くわ。なんか聞いてた話と違うよ。なんかあそこ、下からいざ尋常にとかって言っちゃったじゃん。恥ずかしいじゃん。その、こっちの気持ちも考えようよ。もうちょっと、組み込んでよ。これ、無敵パンチ。おい、無敵パンチからの、これね、お宝エリア外からの、ここだー、いける、おい、あれあれ
そういう何、そういうあれ、これってそういうあれか、これは2か大丈夫だからまあいいや、そういうあれか、なんだこれ、モテ遊ばれてるってやつ、俗に言う、私そんな軽い男じゃないんですけど、ここは行かせていきまして、おいおいおい、いざ尋常に、おい無敵にはパンチ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 、オッケー、あれ誰、あなた誰あなた誰、でもいいダメージ食らっちゃってるね。ここは相手の、おいおい、バウンドマンの効果力を見せつけちゃうよ、おい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 、変身、気持ちいいこういうこと、こういうこと、こういうのやりたかった、すごいすごい、こういうのがやりたかった。素晴らしいですね、今の一連の流れは完全にオープニング間違いない。おい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 、殴ってなんぼ、殴ってなんぼの商売だ、お尻かじり虫。ああ朝からしんどいよ、こっちだってこっちだって朝から、おい朝からしんどいよそりゃでもみんなやっぱしんどい中生きてるわけだからさ、まあ頑張っていこうよ。まあこう当たり前のように朝を迎えれたっていうことが一番の幸せじゃん、星。さあここら辺はまあ守ってきますか。さりげなく今の、さりげなく今ロジャー倒したところちゃんとすごくないさりげなく今ロジャー倒してたところ結構良かったよね。これはまあ守りガツオさんでいけばロジャー選手旗抜いてくれると思うんで、変に動くとまた旗取って取られてみたいなさ、あれがあっちゃうから、そこがめんどくさいんだよねなんてね思っちゃったりしてるけど、まあ、いくわ。最後結構まあ溜めてるから、そこをここを最後ちょっと吹っ飛ばし要因で行かせていただきますね。こういうこと、こういうこと、吹っ飛ばし要因で来たのめちゃくちゃナイスじゃない。最後のこの吹っ飛ばしの、おいでお兄ちゃん、ウェーイ、最後の吹っ飛ばし要因で来たのめっちゃナイスじゃない。はい、なんかさっきの試合をね見返してたんだけど、ちゃんとエリア外でね振動を与えてるんですけど、まあなんか振動入りませんでしたね。なんかあれか、運営さん、その朝だからってちょっと手抜いてる、朝だからってさ、まあ、ロージャー船長別に振動入れなくていいや、みたいな、そういう甘い考えでいたら、おい、終わってしまうぞ。その、油断が、ちょっとごめんね。ごめん、全然集中できない。ごめん。そのボケるとかどうこうとか、オッケー。まず倒すこと大事だから、その自分のボケよりもね。ということで、走ってる。これさ、攻撃しちゃダメだった。おー、ナイス、ほら、入るじゃん、お宝入れがいね、ダメージ。おい、オッケー、変身、パッ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 パンパンパン。これまた行くよ。あ、おい、こっちまで来ないと。こっち行くよとか言っちゃってんだからさ。その、空気読んでよ。こっち行くよとか言っちゃってんだからさ。そこ飛ばします。変身、オッケー、変身、これでも吹っ飛ばしてあるから、一応。ちょっと続けとくね。一応、申し訳ない程度に。OK、誰も見てない。っていうことで、その、運営さん、朝だからって言ってね、調子こいちゃダメよ。ちなみにね、このね、朝だからとか、なんかいろいろあると思うんですけども、まあ、ココナス検定第1級の方ならわかると、ちょっと待ってくださいね、思うんですけども、気持ち鼻声、あ、ちょっと何してんのかな、それ。そう、なんかまあ、ココナス検定1級の方だったらわかると思うんですけども、若干鼻声でしてね、すごいね、その昨日、まあ、若干こう体調崩しガツオさんでやらせていただきまして、そっから、まあ、早寝早起き心がけたがゆえにこの時間での撮影というところでございますが、あい、おっとばあさん、みかんさん、おい、今完璧に無敵合わせようとしてた。正直なんていうんですか、まあ変身短縮だの、どのこのみたいな。まあ、正直、肩書きは何でもよくて。ただ、ユメルフィが使いたかったっていうね、ことなんですけど。やばい。ちょ、あれもう無理だ。ずっと取って取られてみたいな、振り振られみたいな感じでしょ。だから、まあ、これはちょっとシャーなしの軌道変換、させていただきながらの、これは、で、回避一発誘ってからの、からの、全然ダメージ入んない。さあ、ここちょっと行きたいですね。あ、ロジャー船長にお願いしよう。これロジャー船長にお願いしてからの、ここ妨害しながらの一人取っても、あ、ちなみにこれお相手さんがエリア内にいなければ二人で取った方が早いんでね。でこれ無敵でウェイ、大きいよ。んで、あそこも取れるから無敵でウェイ。あ、こっち無敵じゃないか。オッケー。まあ勝ちはいいよ。例えば今日3月14日でホワイトデーですね。なんか
その3月14日にさ、その動画を朝で撮って3月14日の、まあ、7時にまた動画を出すっていう、カツカツすぎないか。もうなんかそのストックすごい声ガラガラじゃない。え、めちゃくちゃ声ガラガラなんだけどさ、間違えてあれですね、骨骨アタックしちゃうところですね。ここはパンチ。今のどういうこと？あのポケモンにカラカラっていうやつがいて、まあ、それのオマージュみたいなね、説明させていただくとね、あえて説明するとちょっとごめん、ツッコミ激しいね、ツッコミ激しいタイプのエースヤマトだこれ。これ無敵使ってたっけ。スキル1、変身かましいんからの、そこはちょっとパンチさせていただいて、キャンセラーさせていただいて、お兄ちゃんここ、で殴って攻撃力もらって、オッケー、ナイス、ナイスコンボ。さあ、これが弟の大反乱ですよ。さあ、ここは、しっかりとまた変身もらって、で、これ、キッドさんさ、俺に攻撃しようもんなら、それめちゃくちゃスキル短縮になっちゃうけど、大丈夫かな。ああ、めちゃくちゃスキル短縮。ああ、ありがとうね。で、どうせ無敵スキルだと思うけど、これ、出の早い方の、オッケー、それは、あれ？ちょっと待って。スキルに溜まってるかっていう、あの、魂胆で言ったつもりが、溜まってなかったわ。これ、ニカにタゲ取らせて、後ろから殴るわ。あ、変身。スキル2の方が強いんだね、ここは。ほい。はい、オッケー、ここ殴り続けたらいけるよ。オッケー、殴り続けて、ファイヤー。オッケー、K を持ってて、いいよ。その間に私のスキル1がまた溜まってしまうので、任せろ、殴る。オッケー、ナイスー。さあそこ裏行きそうだ、変身。ホワイトデーですね。まあなんかそのストックを作るみたいなねことを覚えたいわけなんですけど、僕も、まあ、動画のストックが欲しいと。こんなカツカツでねいつもやらせていただいてますが、まあホワイトデーって言えど別にそのなんか関係があるかと言われたら関係はなくて、あ、友達昨日誕生日ですね、おめでとう友達。ホワイトデーの前日っていう一番わかりやすいだろうって言われるんだけど、ホワイトデーが一番わかりやすいだろう、それだったら。その友達が俺の誕生日は3月13日のホワイトデーの前日なんで、この世で一番わかりやすいだろうみたいな言われるけど、いや絶対一番その理論でいくと一番わかりやすいのはホワイトデーなんだよな。お、今俺無敵すぎる押してたよお兄ちゃん。はーい、さあここ最後頑張りますか。なんか裏にめちゃくちゃ寄ってたかってきてるな。これちょっと外せる？待ってよ、いいダメージ与えときながらの、あー、オッケー間に合った。だからこれロジャー来られるとちょっと怖いな。あ、ミスター、危ねえ、こっちちょっと入っとかないと。危ない、オッケー、これしかもあったんじゃない？ニカ合わせからのギガンと、いやー、ミスった。いやー、しかも当たってない。なんで？それはなんで？入ってる。お宝エリア入ってんじゃん。いや、お宝エリア入ってんじゃん。今のお宝エリア入ってたじゃん。なんか朝のバウンティラッシュ、ちょっとバグ多いですね。バグンティですね。攻撃が、まあ当たり前のように立ちバグとか。てか、ニカのカウンター中にさ、無敵になって攻撃してくれるって、それ良くないんじゃないかな。攻撃しても、みたいなね、ところは。オッケー、無敵合わせさせていただいて、オッケー、いいよ。攻撃力上昇もらってるんですけど、これ無敵やられた暁には、あー、やるんかい。言うておりますけど、まあ、これ、あれ、またさ、カムサリしてくるじゃん、あいつ。俺、当たんないもんね。ロジャの方撃て、ロジャの方撃てよ。なんでわざわざこっち来んだよ。空気読みなさい、本当に。あなたは、すぐにニコニコ。調子こきやがって、お前、おら、やめへんど。これからの、痛いよ、まだ大丈夫。ニカさん、ありがとうねー。これまた無敵ためちゃっちゃっちゃ。これ変身先にして、これ変身してる間好きなんだよね。めちゃくちゃ好きがあるんですよ。これ下誰だろう？これロジャー船長のお手伝い行きたいけど、これ多分下来るんで、僕下行っときますね、じゃあ。ここでまあみんな持ちつ持たれつ、持ち場で持ちつつ持たれつみたいなね、ところでやらせていただいて、まあでも裏、これ一番復活あるけど、これ下来るね。オッケー。じゃあここで行かせていただきますよと、はい、発からの回誘って、ボーン！はい、さよなら。に、古き私。これしっかりと KO を持ってかせていただき、ガツオさんからのあっち 1.5 発はさりげなくいけガツオじゃない？これ。ゲッターなんで、今、スネークマン。あの、アタッカーじゃないんで、ゲッターなんで自分アタッカーじゃなくてゲッターなんでね。ゲッターの強みをここで活かしちゃうよ。反復横飛び選手権王者よ。あ、これはもう全然ロジャーに渡した方がいいね。これ気絶与えまーす。ごめん、耐えて頑張って。オッケー。ナイスいいよ。気絶付与からの戻って握って。で、これ相手お宝エリアいるんで、おっとっと、これ買い誘ってからの無敵パンチング。ウォウォウ。
んで、走行はこれまた無敵があるでしょ、この人たち。うわー、ちょっと無敵やめないもん。あれ、もう自分で抜いとけばよかったな。あ、まあでも、あまあ、ローくんじゃなくて、あの、キットの方の攻撃がね、まあめんどくさかったか、まあ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 、みたいなね、ところありますけど、ただ、あそこの D 旗は結構削れてるんでね、あの、取りに行きます、今から。はい、これで5取りですね。これで5取っちゃえば、まあ、全然いいと思うので、で、もう一回ブースト呼びましょう、これでね。ブースト呼びまして、もうディフェンダー4よ。最強 DF4 いったらもう勝ちよ、これ。なんで、ここちょっと、試させていただきます。精鋭ながら。精鋭ながら試させていただきまして。おっとっと。話が違うんじゃない?いろいろ。いろいろ話が違うんじゃないかな。まあ、これ取られますけど、あ、スキル1で合わせるべきだったね。もう、だから置いて、そういうの。置いて、そういうの置いて。そういうの置いて。うん。その攻撃が当たってるのに当たってないみたいな。危ないよ。それ、時と場合によっては結構ブチギレだよ。はい、いかがだったでしょうか。まあ、今回は超絶変身夢ルフィでやってたわけなんですけど、まあ、非常にね、楽しい編成だったんじゃないかなと思います。まあ、これやっぱり無敵スキルなんでね、このスキル、変身するときのね、これは無敵スキルっていうのが素晴らしいかなと、思います。まあ、他は別に、ああ、まあ、スピードメダルちょっと入れる必要なかったかもしれないですね。まあ、街道火災。で、CTN だったら、例えば白ひげとかも、そのスキル短縮とか、逆にもう一回街道、あのイベントメダルのね、街道、人獣型の街道入れるとか、そっちでもいいのかなっていう感じはしましたが、まあ、個人的には、ユメルフィはスキル短縮してた方が強いのかなとは思いますので、ぜひ皆さんも試してみてください。ってことで、これ僕今、出勤前にね、そこで編集終わらせに行きますので、ぜひぜひご視聴いただきまして、また、チャンネル登録、高評価していただきまして、別の動画も見ていただけると幸いでございます。ということで、また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。